ことでんバスによりますと、値上げの申請が認可されれば、空港リムジンバスを除く主に高松市の20路線で、9月1日から初乗り運賃は170円から200円になります。主な区間では、高松駅から河原町までが170円から200円に、通勤定期の1ヶ月は7060円から8300円に値上げされる予定だということです。消費税増税などによる影響を除けば、1997年6月以来、およそ26年ぶりの値上げになります。新型コロナの影響による運賃収入の減少や、燃料価格、資材の高騰などによるコストの増加により、値上げの申請に踏み切ったということです。ことでんバスでは、値上げが認可されれば、およそ8900万円の収支の改善を見込んでいます。